こんばんは、脂身長男です。はい、やっていきましょう。今日はね、脂身長男の深夜バー、はい、ウイスキー修行の旅ですね。久しぶりにね、ちょっと長いこと風邪ひいてたんでね、お酒飲んでなかったんですけども、久しぶりにやっていきたいと思います。声が枯れてますんでね、聞き取りにくいところたくさんあると思いますけど、よろしくお付き合いお願いいたします。部屋の中なんですけどね、風呂上がりだし夜中だし、エアコン切ってるしで、ね、イージスを着ております。ね、自分の部屋の中でイージスを着るやつなんてあんまいないと思いますけども、私は着るんです。まあそんなこんなでね、ウイスキー今日もたしなんでいきましょう。今日飲みますウイスキーはこれです。ドーン、シーバスリーガルです。もうね、私なんかが説明するまでもなく超有名なね、シーバスリーガル12年、ね、これ350ミリボトルなんですよ。700ミリボトルで買おうとずっと思ってたんですけど、もし味が自分の好みじゃなかったら結構辛いなって。今ちょっとお金ない時期なんでね、350にしました。ちなみにもう開けて飲んでます。これぐらい飲みました。結論から言うと、コスパを別にすれば僕は好きです。よくできてると思いますよ、うん、ブレンデッドを飲むならまずシーバスからっていうね、なんかどっかで聞いたことあるセリフですけど、外しちゃいないなと思いました。スコッチが好きな人ならね、ハマる味じゃないかなと思います。で、お値段はね、350ミリで1350円でね、購入しました。ですから700ミリ換算でいくと、2700円。まあやっぱり普通にボトル買うよりもちょっと割高になるんですけど、そんなめちゃくちゃ変わらないよといったところでしょうかね。こいつを今日は飲んでいきたいと思います。味のおさらいね、自分でもちょっとしたいと思ってたんでね。これスクールキャップなんですね。開けてからちょっと時間経ってるんでね、こなれてきてるんじゃないかなって気はしますね。うん、甘い香りがしますね。あんまり鼻近づけなくてもね、もうこれぐらいで十分。うん、もうこれ分かりやすくね、リンゴですね。リンゴにね、蜂蜜を感じますね。第一印象はリンゴで、その次に蜂蜜という感じでしょうか。アルコール臭はもうほぼしないですね。いくら嗅いでもアルコールのツンツンする感じは分かりません。で、かすかにピートの香りがするような気がします。あとね、ラムレーズンのような香りもしますね。うん、香りは非常に豊かでいいと思います。じゃあね、ストレートで飲んでいきましょう。うん、上品な感じですね。厚みのある甘さで、苦味的要素もあって、上品でいいと思いますね。なんかスコッチのプリンスって呼ばれてるらしいですけど、なぜそう言われるか分かるような気がします。気品があって、それでいて華やかさもあっていいんじゃないでしょうか。まあ、味なんですけど、実はね、今日焼きたてのあちあち餃子が晩ご飯に出て、食べた瞬間に飛び出た肉汁で舌やけどしましてね。あ、肉汁じゃない、肉汁か。ちょっとね、はっきり分かんないところもあるんですけども、果物のような甘さと
チョコレートの甘さ、そしてまたチョコレートの苦み、それが入り混じったような味で、フィニッシュでね、蜂蜜的要素をこうふっと感じますね。そんな感じがしました。細かくはね、フルーツが何かってね、香りはリンゴだって分かったんですけど、味は何かって言われたらちょっと今日分かんないですね。やけどしてなかったら分かるのかって言われたら分からないですけど、レーズンかな、ドライレーズン、フレッシュじゃない、ドライレーズン、蜂蜜チョコレート、そんなイメージがありました。なんだろう、まあ、ブレンドじゃなくて、シングルモルトになるんですけど、あの以前飲ませていただいたグレンファークラスの12年ね、あれシングルモルトなんですけど、あれに、似たようなベクトルを感じましたね。味がそっくりっていうわけじゃないんですけど、まあレーズンを中心とした、旨味というかね、味が結構似てるかなと。ただ飲みやすいのはこっちの方が断然飲みやすいです。まあぶっちゃけどっち選ぶってなって、まあ、値段が違うからあれなんですけど、もし値段が一緒だったら僕はこっちを選びたいと思います。気に入ったってことですね。これね、あのストレートでね、十分美味しいというか飲めるウイスキーだと思いますよ。まあせっかくなんでね、今日はねロックでも飲みたいと思います。これね、残りロックにしましょう。はい、氷が入りました。フレグランススタイルにして飲みましょう。バランタインですね。あれはシモがつくほどによーく冷やしたら OK、 いただきます。なんかあのキンキンに冷やしてもいい香りが立ってますね。あれ、香りはなんか冷やしてもしっかり甘い香りがしますね。なんかバニラ、バニラ的要素、バニラの甘みがぐーっと立ちましたね。香りね、なんでだろう。そっから入って蜂蜜とか果物の感じになりましたね。うん、バニラだ。じゃあいただきます。あのね、ロックにしたら飲み込んだ後のフィニッシュがね、ビター感がぐーっと上がりました。嫌なビターじゃないですよ。ただすごくストレートで感じられなかったビター感はね、増幅されましたね。うん、ビターチョコですかね。ぐーっと苦みがくる。ただし飲みやすいのはやっぱりロックですね。アルコール感はねほとんど感じなくなりました。いろんなウイスキーをね、ストレートと加水、あるいはストレートとロックで飲んできたんですけど、これが一番性格変わりますね。正直僕味よく分かんない人なんで、水加水しようがロックにしようが味あんまりゴロッと変わったなってイメージ持ったことそんなないんですよ。でも今回これはね、はっきりと性格変わりますね。あー、面白いな。うん、これフルボトルで買ってもよかったね。まあ、そんなこんなで今日も総評の方にね行ってみたいと思います。それでは